高等学校の教科用図書、教科用図書は、日本の学校教育法に基づいて、初等教育、中等教育、高等教育において、主たる教材として使用される図書のことである。教科書とも呼ばれるが、教科書には、教科書に準ずるものとして、地図が含まれること、また、一部に、教科書以外の教科用図書が使用されていることに、留意を要する。 教科用図書については、もともと学校で教科を教えるために用いられたことから、教科書とも呼ばれることが多い。初等教育、中等教育の学校では、文部科学省が講示する教科用図書検定基準に合致した教科用図書を使用しなければならない。なお、教科用図書検定基準においては、学習指導要領に準拠することが示唆されている。教科用図書には、 文部科学省の教科用図書検定に合格した文部科学省検定済み教科書や文部科学省著作教科書、あるいはそのどちらにも属さない教科書以外の教育用図書がある。ただし、授業における副教材や児童、生徒の自己学習においては文部科学省が発行に全く関与していない検定外教科書も用いられることもある。高等教育や 専修学校、各種学校の授業で主たる教材については、文部科学省による検定はない。これらについては、教科書の項目を参照のこと。教科用図書の定義としては、教科用図書検定規則平成元年文部省令、第20号の第2条に、教科用図書とは、小学校、中学校、中等教育学校、 高等学校並びに特別支援学校の小学部、中学部及び高等部の児童または、生徒が用いるため、教科用として編集された図書を言うと定められている。また、教科用図書のうち、特に文部科学大臣の検定を経たもの、または、文部科学省が著作の名義を有するものは、教育法令で言う、教科書とされ、教科書の発行に関する臨時措置法の第2条第1項には、 教科書とは、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校及びこれらに準ずる学校において、教科課程の構成に応じて、組織配列された教科の主たる教材として、教授のように教せられる児童または、生徒用図書であって、文部科学大臣の検定を経たものまたは、文部科学省が著作の名義をするものを言うと、定められている。小学校、中学校、 中等教育学校、高等学校並びに特別支援学校の小学部、中学部及び高等部の課程では原則として文部科学大臣の検定を経たもの、または文部科学省が著作の名義を有するものを使用しなければならない。ただし、高等学校、中等教育学校の後期課程、特別支援学校並びに特別支援学級においては当分の間、 文部科学省検定済み教科書及び文部科学省著作教科書が存在しないときに、これらの教科書以外の教育用図書を使用することができるなど、いわゆる不足第急条図書などである。文部科学省検定済み教科書は、普通は民間の出版社などが制作、検定合格を経た後、発行、販売を行う。文部科学省著作教科書も同様で、 同省が競争入札を行い、入札した出版社が制作、発行、販売を行う。これらの教科用図書は、普通は発行、販売する出版社から、各都道府県の教科書特約供給所または大取り次ぎ会社を経て、教科書供給業者を介して、各学校や児童、生徒に流通する。一部の店舗を除いて、 取り寄せ注文を経ない一般への販売は、ほとんどされていない。義務教育所学校の教科用図書の無償に関する法律及び義務教育所学校の教科用図書の無償措置に関する法律の規定により、義務教育所学校に規定する公立小学校と中学校並びに、特別支援学校の小学部及び中学部で使用される教科用図書については、 無償で給与されることになっている。ただし紛失、破損時には各都道府県の教科書特約供給所や教科書供給業者において所定の料金を払うことによって再び入手することが可能となっている。教科用図書の採択については義務教育所学校の教科用図書の無償措置に関する法律の規定に基づき都道府県教育委員会が設定した 採択地区ごとに採択することとなっている。日本国籍を持ち、1年以上海外に滞在するが、日本へ帰国する予定があることを条件に、海外に住む小中学生にも無償で教科書が配布される。永住者や日系人には配布されない。ただし、日本人学校や補修授業校に通う子どもには、通常国籍、 居住ステータスを問わず管轄の大使館や領事館から学校を通して配布される。海外に配布される教科書は全世界共通で1種類しかない。日本国内で同じ教科書を使っている場合は海外不任時には新しく配布されないので持参しなければならない。主な入手方法は以下の通り。出国前に海外市場教育振興財団から受け取る。 現地の日本人学校、補修授業校の生徒は入学、編入学、進級時に学校から受け取る。上記以外で配布条件を満たす者は在留届と申し込み書を提出して現地の大使館、領事館から受け取る。配布条件を満たさない場合は、おしエスなどから実費で購入する。一般社団法人教科書協会制。 会員事業者その他かつて存在した主な教科書発行者ここでは法人自体が消滅したケースと教科書の発行を取りやめている者の,の法人として事業を継続しているケースを包括して列挙する。2011年度小学校教科書採択専有率上位10社1位東京書籍2位、三村図書3位教育出版4位日本文教。 出版5位進行出版社、京林館6位教育芸術者7位第2本図書8位、海流堂、出版9位学校図書10位帝国書院2012年度、中学校教科書採択占有率上位10社1位、東京書籍2位、三村図書7位日本文教出版8位帝国書院9位、三聖堂10位第2本図書2013年度高等学校教科書、 採択戦優立上位10社1位東京書籍2位数件、出版3位実況出版4位、第1学習者5位大衆館、書店6位新興出版社、京林館7位帝国書院8位三省堂9位、山川出版社10位教育出版、教科書用図書検定規則文部科学省2020年3月1日、閲覧、文部科学大臣が認可し、 官報で告示した定価と奥付けに表記しているが、各教科書ごとの定価及びその上限が定められている。AB、海外で使う日本の教科書について、海外支場教育振興財団。https:/www.joze.or.jp/.k-ojin/.kyokaseh-o。2020年3月2日閲覧。 ありがとうございます。